ほど前から取り組んでいます。農業生産をする取り組みの中で金型を使わないで加工するという工法にしました。耐候成形って呼んでます。金型が捨てられてもう作れない部品に対してこの技術が役立てると考えています。キャドデータさえできれば成形品を作ることができます。まず二次元データを確認します。二次元データだけで三次元データが作れない場合は実際の部品を三次元スキャンします。工具の形状は実験を通して考えてきたオリジナル形状になっています。実験を繰り返してだんだん品質を上げていくというのは苦労が多いです。潤滑なしで加工できます。表面品質を保ったまま加工し終わった後すぐに塗装をすることができます。複雑な形状、例えば凹凸がたくさんついた形状についてはその凹凸一つ一つを要素として分けてそれを一つずつ加工していきます。今の品質はお客様がご満足いただける品質のレベルになっています。古い車に対して補修部品を復活させるですとか将来のカスタマイズ部品などに適用することを考えています。今は実用化へ向けて準備を進めている段階です。